まずはホームの京都、4分渡辺大吾に中に切れ込んでシュート、これは惜しくも枠を外れます。一方の川崎は9分ビトールジュニオールのスルーパスに抜け出したチョンテセがシュート。京都は10分渡辺大吾がこの位置からミドルシュート、しかしこれは川崎キーパー川島の好セーブでゴールなりません。川崎は34分左サイドを駆け上がったジュニーニョのクロスにクロツ、さらに川崎は38分ビトールジュニオールのスルーパスに抜け出したジュニーニョのシュート。なおも川崎は42分左サイドのクロスに再びジュニーニョ、しかしこれも枠を捉えられず。攻め続ける川崎は前半終了間際の44分キーパー川島のロングフィードに抜け出したクロツの左足、今シーズン初得点となるクロツのゴールで川崎が先制します。キーパー川島のフィードをチョンテセが頭で落としたところにクロツ、川崎1点リードで折り返します。後半に入っても川崎47分ジュニーニョのパスに抜け出したチョンテセの折り返しにクロツ、川崎がリードを広げます。キーパー川島の正確なキックをチョンテセが胸で落としジュニーニョへ、さらにジュニーニョが出したパスにチョンテセが走り込み折り返しをクロツが決めました。なおも攻め続ける川崎は60分中村健吾のパスを受けたチョンテセ、そしてシュート、しかしこれは枠の外。追いかける京都71分にいい位置でフリーキックを獲得、キッカーはフェルナンジーニョ、これが直接決まり2対1、フェルナンジーニョのフリーキックは壁に当たりゴールへと吸い込まれました。川崎は74分ジュニーニョのパスに抜け出した久喜野、さらにガナハト、途中出場の2人がチャンスを作りますがゴールならず。京都は81分持ち込んだフェルナンジーニョがペナルティエリア内で倒れて PK かと思いきや、判定はフェルナンジーニョのシミュレーション、イエローカードが出されます。なんとしても追いつきたい京都は試合終了間際に途中出場の中村大輔がシュートを打ちますがクリアされ結局追いつくことができず、試合は2対1で川崎の勝利、アウェーで勝ち点3を手にしました。